AM どうも、はい、こんばんは。こんばんはです。はい、今週も始まりました。こちら野崎参道商店街の野崎本若スタジオから私落語家の住川秀と竹内まりなでお送りさせていただきます。はい、はい、さてまりなさん、はい、今日はちょっと冷え込んでますね。寒いんですよ、ね、でちょっとさっきしゃがんでたもんで足がしびれてね。あら今ちょっとなんか、うん、頑張ります。まりなさんね、美脚もまた今日もね、これギリギリなんですよ、背が。マリナファンはね、もうマリナちゃんのこの美脚を見たいということで、このほんわかティータイム楽しみにしております。どんな楽しみですか。全くそんなあのね。あ、そうですか、うん、では恒例の、はい、ね、先週、はい、木曜日から、うん、今週木曜日までね、うん、当然1週間という時が流れたわけでございますけども、うん、はい、何かありましたか。何かありましたよね。ありましたね土曜日にね、はい、このティータイムの出張を、はい、させていただいたっていうのがやっぱり一番かなと思うんですけども、うん、はい、まあ、白州さんとね、そうですね、一緒にさせていただきまして、はい、商店街の活性化フォーラムということでね、うん、はい、山田理事長が、うん、なぜこの野崎参道商店街がここまで活性化したのかということを、うん、大勢のね、皆様方の前で発表なされたという、はい、そのまあお手伝いをね、うん、させていただいたという、はい、まあなんというんですかね、こう会場をこう温めるというか、うん、ね、いい雰囲気にしてから山、ね、そうです、山さんに登場していただいて、はい、ということなんですけども、はい、でまあ、あの北川町をぐっと盛り上げる会の代表の中原さん、うん、中原真由美さんのこの、まあ、MC もありので、うん、まあいい声でね、ですよね、もうずっと聞き惚れましたね、はい、はい、でまたね、うん、こんなこと言うたらなんですけども、うん、なんて言うんですか、結構ね、あのお召し物もそうセクシー系のね、セクシーでお綺麗でね、ね、中原さんが椅子に座ってググッとこうやるたんびにもう男の人の目線がギューッといってねえ、あれもどうかなという、うんね、まあまあいいじゃないですかね、あ、まあ、男っていうのはそういうもんですけど、はい、まあでも無事に終えてよかったですね。よかったです、楽しかったです ね、あの当初はね、うん、40名ぐらいかなって言われとったんですけど、実際はもう60名もう椅子を追加して、ね、はい、満員御礼の熱気ムンムンでしたね、うん、なんかあるんですか、その時の模様の。ちょっとあるのかなと思ったんですけど、ちょっと残念ながらなかったみたいで、はい、あれですね、大学ほんまも大盛況やってね、うん、まあ結局、はい、何ですかね、うん、山さんもおっしゃってましたけどもね、はい、うん、やっぱりこの最後はやっぱ心意気かなと思いますよ、心意気、うん、うん、もう笑顔でね、明るくやっぱり頑張っていく、もうバカになって頑張っていくっていうね、失敗を恐れないというか、はい、まあ、そういうやっぱり挑戦心がね、新たなこういう改革というか、そういうのを推し進めるやっぱり一番の原動力じゃないかなと私は思っておりますけど、はい、どうですか、マリアさん。全くでもその通りでね、あとはね、はい、あの来たいなって思えるっていう状況を作ってくださってるっていうのもやっぱりすごく、そうですよね、ありがたいところかなと思って、うん、ちょっとマリナちゃんもね、うん、緊張してはったかなという感じで、めっちゃ緊張してました、ね、はい、うん、なんでですかなんか今と言われてしまったんですけど、いや、あのね、いや、それは別に変な意味はないんですよ、緊張したから、マリナちゃんらしさが出てないとかそういう意味じゃなかったんですよ。さすがまあマリナちゃんちゃんとこう喋ってましたけどね、やっぱりこう横におっていつも一緒にやってるんで、あ、ちょっと緊張してるかなという、うん、そういうのがこう伝わってきました、ね、そう、すごい、やっぱりこうやってティータイムの時ってやっぱり自分のね、ミシンだというか、はい、ホームじゃないですか、うん、言うたらね、はい、でもやっぱり出張ということで初めての場所で、うん、でもなおかつ人がいっぱいおられるっていう、はい、でもね、なんか来てくださる人もはい、もするんですけれども、それの倍ぐらいな、うん、倍どころじゃないですよね、もうそれ以上の方が来てくださって、はい、その中でこんな形でね、うん、なんか一応ラフでいつも通りと思ってましたけれども、すっごい緊張しました、ね、まあでも、まあ、私もね、これまあおしゃべりを商売にしてる人間ですからね、はい、あ、まあマリアちゃんが緊張してるなというのは伝わってきましたけどでもやっぱりね、この長年やってる相方ですからね、やっぱりこうマリアちゃんが横におるというのは
非常にやっぱりやりやすいというかあるんですよ、やっぱ我々もね、やっぱりね、私もそれは白書さん多分折れへんかったらもっと多分テンパってどうしようってなってたかもしれない。何をおっしゃいますやら、私の方こそもマリアちゃんにねいつも助けてもらってます。またそんなこと言い合ってみたいな雰囲気になってるんで、はい、そろそろね、ちょっと今週、そう今週というか、まあ、この間ぐらいかな、ね、はい、ちょこちょこ野崎本和歌大学の方のね、はい、説明をさせていただいてるんですけれども、うん、ちょっと今回そうですね、このね写真があるということですね、はい、あのね、マリアさんね、はい、こちらの方に、この野崎本和歌大学の方の、ちょっと教室の、はい、空き状況という、それ、はい、情報が入ってきてますんでね、ちょっとね、発表させてもらいますけどもね、はい、皆様方、申し訳ございません、いきなり申し訳ございません、はい、もう大好評の絵手紙教室、はい、もうこれ、定員なんです、いっぱいなんです。はい、またやってみたい、挑戦してみたいと、私も絵手紙体験したい人は、また次回お願いします。はい、今回は2月15日金曜日、もう定員いっぱいでございます。はい。そして、ブリザードフラワー教室、はい、こちらの方はあと4名様 OK でございます。4名。はい。同じく2月15日の金曜日でございますけども、はい、はい。そしてうどん教室。うどん教室。はい。こちらはあと5名 OK です。5名。はい。こちらの日付は、2月15日ですね。同じく午後3時30分からです。はい。そして前回大好評でした歌声クラブ。はい、こちらはあと10名様まで OK です。あと10名まで入れると、はい、はい、もう前回も超満員でしたからね、うん、今回もあと10名もうすぐ埋まると思いますんでね、うん、もう野崎本和歌スタジオの方まで早速ご連絡いただいて、はい、ご予約の方していただきたいと思います、はい、そして、はい、先月ながら、はい、私でございますけどね、はい、3月21日、はい、私の落語教室、落語教室、はい、若干まだあと2名 OK です。あと2名、あと2名 OK です、はい、今のところ1名ご予約いただいております、はい、というのはね、この落語教室の場合はこの歌声クラブとかと違ってもう10名20名無理なんですよ。あ、やっぱり私一人で お教えいたしますんで、もう私のね教え方は根節丁寧、手取り足取りでございます、はい、ですからもう私の教室に入っていただいたら、古典落語1本どこへ出しても恥ずかしくない古典落語1本マスターしていただきます、はい、ですんで定員3名様 様までとしておりますんでね、あと2名様はい、OK でございます。はい。はい、ということです。はい。なんか一番自分飲んだ気合いや。はい、面白いです。他もあります。あ、マリアさんもどうぞ。あ、私です。はい。自分と言ったらもうなんか、いや、なんかいいですよ、もうなんか気からつきましょう。そこまで行ったら行きましょうよ。あ、そうですか。はい。頑張ってください。頑張りますか。はい。ロハス教室。はい。皆さん、ロハス教室ご存知ですか？私、なんとなくの雰囲気でしか。あのね、これは、ものすごい体にいいね、はい、健康的なお料理なんですよ、はい、ロハスという、うん、その ロハス料理をマスターしていただこうやないかと、はい、その門外不出のレシピをなんとこの本和歌スタジオに来ていただいたら手に入れることができるという、はい、教室に行けば、そうです、はい、あ、すいません、はい、満員御礼ですわ、これこんだけ言うたのにすいません、また次回お願いします。お願いします、はい、そして、はい、おむつケーキ教室、ね、あのおむつケーキというのは皆様方ね知らない方、食べるおむつを食べるというわけじゃないですよ、別にあのおむつを利用してこうケーキのようにうまいことデコレーションしてね、これから赤ちゃん生まれるやろうというね、お母さんとかまたおじいちゃんおばあちゃんにプレゼントしていただこうというこのね、ラッピング方式でございますけども、はい、こちらはあと8名様 OK でございますよ、はい、そして、はい、前回も大好評でしたスマホ教室、はい、またやってまいります、はい、3月21日木曜日午後2時からございますけども、はい、こちらの方定員8名様 OK でございます。そしてこれは本日のこれゲストの方がしてくれはるんですかね、あ、じゃあそこちょっと後でゆっくり聞きますか、後でゆっくり、はい、うん、多分そうや思います、うん、はい、多分そうなんですか、はい、はい、そして、3月23日土曜日はまたしてもやってまいります歌声クラブ、はい、こちらの方はほんまにまだこれからどんどん予約入れていただいて結構ですんでね、はい、午後2時からでございます、はい、そして今決まってる最終の、本和歌大学校なんでございますけどもね、はい、4月17日の水曜日、はい、こちらの方は、料理教室、はい、お弁当ですね、お弁当、はい、今度は、はい、今またねお弁当が見直されてるんですよ、
やっぱりね、仕事先で行ったら外食が多くなりますよね。どうしても油もんが多い、うん、特にほか弁なんかでしたらほとんどが油もんでございま す、ね、何もほか弁が悪いというんじゃないですよ、うん、この野崎参道商店街もね、あのほか弁屋さんありますから、うん、悪いというんじゃないんですけども、たまにはやっぱり手作り弁当持っていきましょうよ。また旦那さんにもね、手作りの愛情こもった弁当を持たせてあげましょうよ、うん、お子さんにもそうでございますね、うん、まあ私言うと全然説得力ないですけど、いやいやいやもうそんなのよ、無縁の人間ですから。だからこんな私こそこれね、こういうところに通って、はい、この本枠スタジオでもお弁当を持ってきてね、こうやってね、みんなで続きあって、はい、そうですね、皆さんにもこう見ていただこうと、うん、かわいいお弁当がね、マスターでね、はい、していただけると思います。あ、すいません、マリナさん、はい、そして、最終今決まっているのが、うん、今申しましたこの健康体操、うん、これがまた4月19日金曜日に入っております。はい、はい、3月、そして4月と、うん、この健康体操入っております。これは本日のゲストの方が講師を務めていただけるということなんで、じっくりと、じゃあ今日かいつまんでじっくり話をどんなことを教えてもらえるかっていうのとかも、はい、ちょっと先に教えていただけるということで、ね、これは楽しみですね、はい、それからマリナさんで、ちょっと一つだけ私の方から、はい、申し上げたいことがあるんですけども、こちら野崎本若スタジオには、はい、等身大の盲導犬貯金箱が、はい、貯金箱じゃないわ募金箱です。私が抜き取るわけないですよそんなことしません、はい、盲導犬募金箱が設置されております。でこれはほんまに限られた場所でなければ、うん、要するに信用のある場所でなければお貸していただけないんです、うん、はい、やっぱ悪用されたりもしますからね。でこの野崎本枠スタジオにはこの盲導犬募金箱が設置されております、はい、でマリアさん、盲導犬1頭育てるのにいくらかかるかご存知ですか。教えていただきましたよね、はい、ね、すっごい高かった記憶がある。そうなんです、最低600万です、はい、最低600万から1000万かかるんです、はい、盲導犬1頭育てるのに。で今この大阪全域で活動してるね、一生懸命働いてくれてる盲導犬が約50頭なんですよ。50頭めちゃくちゃ少ないでしょ大阪で、はい、はい、でも盲導犬を必要として待っておられる方はその何十倍何百倍もおられます。はい、ですからね、ぜひとも皆様方の真心でね、この盲導犬を一人でも多くの、ね、方のもとに届けれるようにね、私もこの復旧活動ね、及ばずながら尽力させていただいてますんでね、よろしくお願いしたいなと思います。はい、はい、こちらの方に来ていただいたら募金箱置いてますんでね、よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、では、はい、本日のゲストの方を、はい、そろそろお招きいたしましょうか。はい、はい、では白書さんの方からご紹介、はい、このユニット名っていうのはあるんですかね、お聞きしてないんですよ。あら、はただ、うん、もうなっこも黙る健康体操インストラクター、はい、もうミスター健康児と言われてます、天井さん、そしてその助手ですか、助手じゃない、勝手にその相方ですね、はい、酒井さんですか、坂田さんです。天井さんと坂田さんのこのご両人でございます、はい、では早速登場していただきましょうか。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうぞどうぞこちらへ。よいしょ、どうも、はじめまして。はじめまして、よろしくお願いします。はじめまして、はい、まずは、はい、ご覧になってはる方で初めてね、はい、お目にかかるという方も多いと思いますので、はい、お一人ずつ簡単に自己紹介をお願いします。わかりました、はい、ご覧の皆様、こんにちは、健康サポートプロジェクトの天井と申します。今日はよろしくお願いいたします。はい、お願いします。あ、どうぞ。はい、同じく健康サポートプロジェクトの坂田純子です。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。ようこそいらっしゃいました。ですね、はい、先ほどちょっと助手みたいな感じだったんですけど、はい、実はこっちが代表なんですよ。あ、そうなんですか。どうも失礼しました。一応健康サポートプロジェクトのこっちが代表なんで。あ、そう、いや、私まだね、はい、このインストラクターとして、はい、もう幅広く活躍されてまして、はい、でこういう入れたきですから、はい、なんかちょっとこう営業の方かなと思ってたんですけど、はい、代表の方でした、はい、それは失礼しました。なるほどね、はい、私もう見るからになんか体操するぞという格好をされてますけどもね、はいはい、いつもこんな格好で。あ、そうですか。ではね、はい、もう我々本当に、ね、初めてお目にかかるんで、はい、普段簡単にね、まあ、どのような活動をどういう場所でされてるかっていうのをちょっとお話していただければと思います。はい、そうですね、
じゃあ助手の私からいやもう、はい、すいませんほんまに代行ですからね。はい、私たち健康サポートプロジェクトは名前の通りに健康をサポートする、うん、運動でサポートするということをしています、はいはい、で主に出張運動指導が中心なんですけども、はい、イベント活動に出たさせていただいたり、はい、あとは公共の施設とか、はい、まあ、フィットネスクラブとか、はい、あとは、ね、そうね、企業さんとか学校とか自治体さんですね、はい、に運動指導をしに行かせていただいてます。だからもうあっちこっちからそういうオファーがあって、そうですね、出向かれてオファーがある場合もありますし、はい、やっぱりこちらから会いに行って、はい、こういうのどうですかって、まあ、営業しに行ったりする時、あ、なるほど、そういう時は僕らもスーツ着てますけど、あ、そうですか、はい、その時はスーツ着てやっぱりこう営業もう一軒一軒こう飛び込みで行くところもあるんですね。そうですね、今のところ飛び込みはそんなにないですね、はい、やっぱりそのご紹介とかいただいて、まあ、こういう面白い団体があるというふうにこう口伝えて言っていただいて、はい、で改めて僕らが営業に行くという形ですね、はい、マリナさんも、はい、やっぱりね女性ですし健康にもね使われてると思うんですよ。やっぱりこの健康やったらこう美容にもやっぱ影響するでしょ、化粧のノリが悪くなったりとかするんでしょ、僕らは分からないですけど、朝起きた時のね健康状態とかも、うん、なるほど、やっぱりそういう意味では、はい、今特にこの健康というのは、うん、なんていうんですかね、よりなんかこう注目を集めてるっていうか、うん、食べ物でもそうですしね、うん、やっぱり一時ほらなんていうんですかね、こうものすごい裕福な時代というかバブルの時代があって、うん、ね、ものすごいほらこう不健康な時代でもあったと思うんですよ、逆に言うなら、うん、でバブルが弾けて、ね、より一層そういうのにこう注目され出して、今がやっぱりその延長線でね、皆さんやっぱこう健康管理というかにやっぱりこういろいろ気を使われているような時代だと思うんですけども、やっぱりそういう企業とかいろんな施設に赴いてそういうふうな健康のサポートされるのはもちろんなんですけども、はい、一家庭の例えばお年寄り一人暮らしのおじいちゃんおばあちゃんであったり、そういう方向けのそういうのもあるんですか、サポートというかそういうプランというか。そうですね、まあ、そういう部分に関してもうまさにこれからこの野崎とか、はい、まあ、近隣の地域とかで働きかけをしていきたいなとは思ってるんですけども、はい、やっぱりその高齢者の方の割合が非常に多くなってて、はい、もう2013年で多分4人に1人が65歳以上というような時代なので、うん、はい、じゃあ健康とか体操とかっていうのはお年寄りのためだけではないじゃないですか、うんうん、若い方ももちろんやっていただきたいんですけども、はい、寿命が長くなっても家でずっといたりとか動けないっていうのって全然楽しくないと思うので、うん、そういう意味では若い時からで今からでもトレーニングとか運動することによってご家族とかお友達との時間をこうより、うん、生き生きしたものにしていくっていうことをお手伝いしたいっていう思いがあって僕らはやってます、ね、はい、それは素晴らしいですね。僕が思うにはね、この健康、はい、体の健康とかの心の健康というのはね、僕はもう表裏一体と思ってるんですよ、はい、だから体が健康やったら心も健康になるし、また心が健康やったら体も健康になっていくという思いません、うん、僕はもうそう思ってるんです、はい、だから僕の裏の場合はやっぱりこう落語家ですから、うん、お客さんを楽しまして笑顔にして帰っていただく、だから心が健康になりますよね、はい、でそれもやっぱり体の健康につながると思ってるんですよ、はい、まず逆にね、坂田さん、そして天井さんがやってはるようなそういう体を動かして体を健康になったら、またやっぱり心も気持ちがいいですしね、体が健康じゃなかったらどっかに行こうとか何かをしようっていう気力がね、そうです、第一歩さえやっぱ出てこなくなったりとか、そうです、でまた食べ物が美味しくないじゃないですか健康やなかったらね、健康やからこそやっぱり何食べても美味しいっていうのもありますし、あ、そうや、その食べ物のそんなのもアドバイスしてくれるんですか。そうですね、まあ、食べ物に関してはやっぱり専門家の方、例えば栄養士さんとかになってくるので、はいはい、僕らの専門ではないんですけど、はい、もちろんその栄養の知識なんかは
ある程度はやってきてる部分があるので、はいはい、一般的に普段気をつけた方がいいことなんかはもちろんお伝えできます。あ、なるほどね、はい、まあ、でもね、やっぱりその運動もしながらで食事も楽しんでて、それ両方ないとやっぱり、うん、あれだと思うんで、うん、そういう意味で僕らは運動の方からサポートさせていただくような感じですね。はい、でね、これ運動、まあ、運動っていろいろありますよね、はい、例えばもうプロのアスリートの方なんて言ったら、ほんま自分をとことん徹底的にこう追い込んで、まあ、それで、ね、故障したりしてしまう場合もありますし、はいはい、だから、なんて言うんですかね、一歩良かれと思ってもね、うん、運動っていうのは間違った方法で運動しとったら逆に体をね、うん、壊す、悪くするっていうこともあるんですよ、うん、僕もちょっとやってたんで、ね、だから、間違った運動をして、うん、ね、例えばこう夏場に向けてちょっとこうなんかマッチョになりたい言うてこうやっても間違った運動の仕方をやったら全然効果ないんですよ、あれ、うんうん、まあ、それは体を動かしてるからどっかにはそれはいいんですけど、実際ここのねこう筋肉発達させたりとかね、そういうのでやっぱりこう正しい運動の仕方をしないとやっぱりいい筋肉もつかないし、逆に体にマイナスになる場合もある。だから坂田さんとかこの甘井さんがやってはるねこの体操にしたって同じ思うんですよね。だからこういう方がちゃんとおられて指導していただいて、でその通りにやっぱりこう体を動かして体操をしていかないと、勝手にね、こうやってしまったら逆にね、こうそんなことじゃないですか。そうです。それはもう世代関係なくですね、やる内容、運動するってなったら常にこう気をつけないといけないことはあるんですけど、はい、それが敷居になってしまって、うん、もうやらへんわってなるとすごく寂しいところはありますので、うん、ですから僕らもやっぱり正しい運動、絶対こうしないといけないっていうね、そのガチガチのことではなくて、うん、こう今お話ししてるみたいに対話しながらこういう動きを一緒にやってみましょう、うん、でもここが痛かったら無理しなくていいです、うん、というふうにその方に応じたやり方みたいなのを対話しながらじゃないと続かないですもんね、うん、あ、そりゃそうですわね。例えば、まあまあ、こちらに例えば20人の方がお集まりになられて、うん、出しましょうかってなっても、やっぱ20人それぞれ年齢も違いますしね、どっかちょっと腰痛いわいおばあちゃんもおればね、ちょっと最近肩上がりにくいわいおじいちゃんもおるかもわからない。だからそういう方に同じような体操を同じ風にやってくれって言うと、それは無理な話ですからね、はい、だから一人一人こう対話して、また優しそうですしね、はい、ね、この甘い先生、絶対聞いたら絶対優しく教えてもらえるっていうのが、もう奥さんとか人気あるんちゃいますか。いやいやいや、もうね、言うあるんですよね、こういうラッカーのこの奥さんができるんでできちゃったんで、そんなことないです、ね、そういう話にしたらダメなんですね。そういう拍手さんの頭の中で勝手に、そうそう、勝手にまだ妄想がね、今もらったらね、はい、広がってるんですけど、うん、すいません。だからね、実際にこう喋って僕ら聞いてるだけでは分からないんで、ちょっとこんな運動がありますよとか、この運動はこういうところに効きますよとか、ちょっと見せていただいてもいいですか。はい、そしたら、はい、そうですね、やっぱり今すごく寒いじゃないですか、はい、で、タクシューさんも森田さんもアウター、重い上着着てると思います、はい、で寒いし肩が縮こまるので、気になりますね、肩こりの方が非常に多いと思います。もうそれはもう世代関係ないですし、ね、はい、まあ、そこら辺をまずそのちょっとレベル別にというか、はい、普段お家で何も道具使わずにさっとできるようなことをいくつかご案内、はい、あ、それはありがたいです、ありがたいです、はい、はい、じゃあここ皆さんもこの肩こりをお困りは思いますんでね、はいはい、はい、で、最終的にはですね、はい、手を上に上げたりとかもするんですけど、はいはい、そういう場合、肩、四十肩、五十肩の方とかは、はい、手が上げられないと思うので、はい、まず手を下ろした状態から、はい、ぎゅーっと持ち上げる、ぎゅーっと持ち上げる、はい、ぎゅーっと持ち上げて、トンと落としてみる、トン、これ、まあ、肩の上げ下げの運動なんですけど、はい、一度思いっきり縮ませます、はい、で、肩が耳たぶに近づくようにで、スーッと近づく、はい、あ、先生、はい、この時に例えば、はい、上げた時に吸う、パンってやった時吐くとか、そういうのは関係ないですか。呼吸に関しましては、はい、楽に続けていただく、はい、でもまあ、ぐーっと力入ってくると息が止まりやすいので、はい、
息が止まらないように自然に続けていただくっていうのがいいです、はいはい、これが一つ目です、はい、で筋肉は一度力をギュッと入れるとほぐれやすいっていう性質があるので、はい、今一度力を入れます、はい、はい、次後ろにギュッと回していきます。横から見るとしっかり肩の出っ張りの部分で円を描くように、あ、ま、特にこんな感じでしたくてもいいっていうこと。そうなんですよ、こうダランとした状態よくあるのがこういうふうに肘ばっかり動いて肩が動いてないっていうのは、こう腕の運動にしかなってないので、うん、確かにね、はい、ここですからこの肩のラインを意識していただいて、はい、こうダランとした、そうです、はい、回していく。やっぱり椅子に座ってやった方がいいですかね。そうですね、うん、立っても椅子でもいいんですけど、はい、まあ、安定した姿勢で楽にできたらいいと思います、はいはい、回すことによって背中、肩周りだけじゃなくて胸の前も伸びていきますので、はい、ね、胸の前はリンパとかが流れているので小顔効果だったりっていうのもあります。じゃあ、もう一つ最後にですね、はい、手を合わせていただいて一緒にやりましょう。はい、まっすぐ上に伸ばしていきます。ここで結構もう肩痛い方は無理なく、はい、下ろしてくださいね。でここから手のひらをパッと開いて、肘を横に引いていきます。このまま胸張っていって、背中を寄せるようにしましょう。肘の幅は広くです。で、息吐いて、ぐーっと戻していきます。もう一度いきましょう。はい、呼吸は楽に、はい、開いて、はい、肘横です。背中をギュッと寄せていく、胸突き出す、息吐いてっていうような、こんな感じ、はい、これはもう肩こり解消、はい、そうですね、はい、なるほど、はい、肩甲骨がやっぱりポイントになると思います、はいはい、腕の付け根から腰、はい、あとは肩甲骨の動きを出して、はい、背中全体の筋肉をほぐしていくような、はい、で血行を促していくような体操になります、うん、はい、やっぱりマリナさんでもね、出勤また仕事終えられてね、帰られる時とかやっぱりマリナさんって自転車通勤でしたっけ。自転車で、あ、それやったら直しそうやっぱ思い行こうと、ね、羽織ったりするんで肩こるでしょ。私もともとすごく肩こりなんですよ、はい、でなんか肩が痛すぎて頭が痛くなったりとかっていうこともあるぐらい肩が痛い時とかもあって、はい、ちょっと頑張ろうって、ね、よく言いますよね、肩こりとも万病のもとで、はい、ね、この肩こりずっとこう肩こってる人はどんどんなんか他のとこも悪くなっていくというか、そうですね、まあ、筋肉が動かない同じ体勢をすることによって血流が悪くなるんですね、うん、でまあ、神経とかが圧迫されたりして、うん、で頭痛とかが出てきたりすることもあります、うん、でもそこから歪んでいくことによって人間はこう順番に背骨から腰から、うん、足から骨盤からというふうにどんどんいろんなところがこう歪んでいくんですよ、はい、バランスを取ろうとして、うん、ですので、まあ、どこがスタートか分かんないですけども歪みが歪みを呼んでいくんです。なるほど、そのうち心まで歪んでくる、ね、そうなる前にそうなる前に、ね、はい、もう僕みたいにこれ横島なね先生となんか奥さんの不倫のなんかそんなことないですけど、いやでもモテはる思いますわ、ね、シュッとしてええ男ですもん。すごいね、なんか分かりやすくというか、うん、なんかお声聞いてたらちょっとホッとするというか、うん、なんかねすごい笑ってます、ね、いやなんかあのね威圧感ないんですよ。そうちょっとなんか怖い人もいますやん。あかもしれませんけど、いやそんな、はい、なんてね、怖い言うて今ねよくなってそんなこと言ってんじゃないですよ、うん、そういうタイプの人らしに、うん、そういう意味らしい、ちょっとこうなんかこうもうね暑すぎる人、怖い人とかね、暑、うん、すぎる人いますからね、うん、はい、もっと腕上げてみたいな感じのね、うん、そうじゃあもう自分ちょっと頑張りたい、あの一歩で踏み出そうと思ったけど、うん、このテンションまだ無理やわっていうのやったらね、それだけでちょっと次どうしようかなって思っちゃったりっていうのがなく、普通に聞きに行くってそうそうそういうなんか永遠でこう甘えられるっていうか、うん、そう、なんか、ね、行きやすい、行きやすいですね、聞きやすいんですかね、うん、お声がすっと入っていく、うん、ありがとうございます。あ、ほんまね、うん、いや、マリアさん、僕もね、そう思いますわ。ですよね、だからね、なんぼこの教え方がうまい、そのね、あの知識がにその精通してる言うても、やっぱりこう言葉でね、やっぱ相手の方をやっぱこう和ましてあげるというか、よっしゃやるぞっていう、そうやる気にさせてあげるっていうのもすごく大事なもんですよ。そうですね、
やはり運動とかってやらないといけないってみんな分かってると思うんですよ、うん、だけどやってない人ってすごく多いじゃないですか、うん、じゃあやっぱりこう一歩こう踏み出してもらって、はい、そこに招いてあげるっていうのは、うん、多分僕らの役割になってくるので、うん、いいこと言いましたね。まあ、普通のこの対話と同じで、はい、まあ、知識も大事ですけども、はい、やっぱり人対人で、うん、いいと思うことをお勧めしたい、うん、で聞いていただくには、まあ、どういうふうにしたらいいかっていうのは、うん、やっぱり僕らの永遠のテーマだと思いますので、ね、はい、よく、ね、言いますやん、難しいことを、ね、ものすごい知識のある人で、はい、ね、この、まあ、専門用語を使ってね、そう、専門用語、それ、うん、まあ、その人はやらもとは言えますけど、うん、それをより噛み砕いて、うん、知らない人にどう教えてあげるか伝えてあげるかというね、はい、うん、だからこう天谷さんにしたってね、専門用語をつらつら並べてこうでこうでって言うて、どうやすごいやろみたいなね、ドヤ顔してやろうみたいなできはると思いますよ、うん、でもそれにはね、やっぱり多くの人にこの体操も広めることできないし、ましてやそんなことも全然考えてはらないと思いますしね、だからこそこう根節丁寧に分かりやすい言葉でね、こう多分こう指導してくれてはると思うんですけどね、え、いや、溢れたらほんま行きたいなと思いますもん。ですからやっぱりその対話をしっかりお話をしながら、その3月の22日の金曜日に、はいはい、まずこちらで、はい、の第1回目の大和田大学校で、そうでしたか、はい、こちらね、人生がときめく健康体操です、はいはい、そう、やっぱり健康につながって、うん、でそこで頑張るとか、そこでこれだけできるっていうことよりも、その体操を通じて普段の皆さんの生活がよりこう快適で、うん、いいものになればという意味でこういう題名をつけさせていただいたんですけど、いいですね、だから決してこの体操をしてすること、体操をマスターすることが目的やなしに、この体操をしたことによってちょっとでもね、この健康の悩みが解消して、で自分の好きなことに挑戦しようっていう風になっていただきたいと思ってはるんですよ、はい、ね、はい、今すっごいドヤ顔してます。そうか、多分俺がドヤ顔することないのに、まあでも、もうまさにおっしゃっていただいたと思います。はい、やっぱりトークの方もどっかこう鍛えてはるんですか、磨いてはるんですか、何かどうですか、磨いてはりますね。それはただ僕教えです。結局そこかい、前日なんですよね、娘がさんの対応が21ですよね。そうです、僕22なんで、うん、はい、はい、あ、え、あとことはちょうどいいってことですか。はい、質問のマナーを2名、2名 OK、 はい、埋まりました。そんなことない。聞いてはりますじゃないですか。すいません、いや、ちょっと代表にも喋っていただきますよ。そうですね、せっかくなんで、はい、代表の方からもこのセールスポイントをせっかくなんで、はい、どんどん PR してください。はい、人生がときめく健康体操教室ですね、はい、ご参加する皆さんに合わせていろいろ対話しながら進めていきますので、はい、この指導者甘井が担当しますので、はい、ぜひ皆さんご参加ください。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。本当に今まで運動をあんまりしてきてへんくてっていう人でも、うん、はい、大丈夫です。本当にいけるということですよね、うん、そういう方にこそ、うん、来ていただきたいなと思います。はい、運動を始める第一歩のね、そうですね、これがきっかけでやっぱり運動を好きになって、なんか頑張ろうかなとか、うん、やっぱもっと続けなあかんなっていうきっかけに、うん、みたいになりますよね。なんかどこかに行って運動するってすごく勇気がいることなんですよ、うん、思ってる以上、はい、ですから、まあそんな緊張せずにもうフラッと寄るつもりで、来ていただけたらなと思ってます、うん、はい、とりあえずどんなもんか、私今回運動せんでいいから見学だけでもっていう人とかでも大丈夫です、うん、はい、あ、そうですね、マリアさん、うん、今マリアさんおっしゃったように、うん、ちょっとまだどんなんか分かれへんかなって言って、やっぱり不安がある方とかも、ね、まずなんかどんなんか見てみたいねっていう人でもね、うん、もう全然大丈夫ということで、はい、見に来てほしいですね。はい、でまずこう見学していただいたら、あ、これやったら私にもできそうやわっていう方も多分ね、業さんいてはる思いますんでね、やっぱりなんか言うてね、見学だけって言ってきてもやっぱり私もできそうやからちょっとやってみてもええみたいな、うん、でも途中参加でね、うんうん、全然 OK ですしね。だから当日ね、これはこれ持ってきておいてほしいなとかいうものとかもあるんですか。やっぱり運動するからこういう靴があった方がいいとか、こういう着替えがあった方がええとか、基本的にはそのさっきも
申し上げたように、はい、その道具なくでここで覚えたことがお家でもできるようにっていうのをちょっと考えてやりたいと思うので、はい、道具はなしで、ただ あんまりこうきつい服だったりとかだとしんどいと思いますので、うん、楽にこう体が動かせるような服装で着ていただいたら、基本的にはさっきやったみたいに、うん、座った状態でできるものをほとんど多くしようと思ってますので、うん、そういう感じで持ち物は特にないです。あんまりもピチパツの服やなしに、もう普段着てはるような服やったらええということですね。はい、でやっぱり先生のようにそういう T シャツ姿にならんとダメなんですか？いえ、寒くないように。あ、もうこういう感じで。かなり OK と。僕なんかちょうどいいですね、はい、こういう感じで。今日はそう思ってもこの格好で、はい、実は。私もそう思ってこの格好。嘘つけ、しゃべろ。っていうか、私もいつもこの格好なんで。なるほど。何がないですか、質問、マリアさん。じゃあ、逆に、まあ、運動をやってて、こういうところをメインで、ちょっと教えてほしいとか。普段違うジムみたいなとこ行っててこんなやってるけど、はい、それとは別メニューでやりたいねんけどっていうのを個人的に聞きに行きたいっていう形でもいける、もちろんね、そういう、はい、ここに聞きに来るだけでもいいです、はい、そういうのはもちろんご相談はお受けしますし、はい、そうやって皆さんがどういうことで悩まれてるとか、うん、どういうことが聞きたいのかっていうのは僕らにとってもすごく参考になりますので、どんどん来ていただきたいなと思います。やっぱりよく聞かれるというか多い質問とかもあるんですか？大概これ聞かれるなとか、ね、そうですね、やっぱり今の季節だとすごく寝てる時に足つりやすいとか冷えてとか、そうですね、まあやっぱり肩こりとか、腰が痛いとか、まあ、そういうのがありますけど、やっぱりその冷えとか体の硬さ、運動不足なんかがすごく原因している部分が多いので、そういうのはお一人お一人にお話を聞いてお答えすることができると思います。でも僕マリアさんね、はい、いろんな質問多分OK、ね、OKになると思うんですけど、やっぱり一番多い質問はね、ご結婚されてるんですかとか、彼女いてはるんですか、やっぱり一番多いでしょ。いや、一番多くはないですけど、はい、たまには聞かれます。あ、そうですか。はい、実際は僕はまだ未婚で、で、彼女はたくさんいますと言ってます。うわぁ憎いね、またね、また彼女たくさんいてますやね。拍手の人ですか。ね、私も未婚ですけどもね、はい、彼女はそんな描写してませんけどね。憎いですね、またチョコレートなんてすごいでしょ。いやいや、バレンタインデーで。そんなことないです。ねえ、はい、羨ましいね。もう一つだけ質問もいいですか、ね、はい、真面目な質問ね。真面目な質問ですよ、はい、逆にこれからの時期、やっぱり副長さんたちもですね、今バレンタインがあったりとか、はい、やっぱり今ってすごく太りやすいというか身につきやすいというか、うん、やっぱり寒いからついつい運動を しなさ、そうですね、運動しようと思っても寒いからまた暖かくなってからとかいう人がすごく多いと思うんですけれども、はい、います。今から先こういうの逆に気をつけておいた方がいいなっていうのとかってあるんですか？こういうところだけはちょっと気をつけた方がいいよっていう、特にこの寒い時期ですし、うん、まあこれから暖かくなりますけど、一番だから体調崩しやすいですよね、季節の変わり目ね、はい、で、まあ、最近は空気も乾燥してますので、うん、まあ風邪とかも行きやすいんですけど、はい、そうですね、どうしても寒い時期っていうのは活動量、運動量が減りますよね。で、外に出なくなったりします。はい、ですけども、やっぱり体を冷やさないこと、あと冷たいものを取りすぎないこと、あとはもしお家の中でもこう手首回したり足首回したり、ちょっとこうストレッチ分かる範囲でいいのでやってみたりというふうに、ただ一生懸命走ったり汗かくだけじゃなくて、自分の体をね、感じながらストレッチとかしていただくだけでもやっぱりいいかなと思います。なるほど、はい、今日は実はもう一つその、こう代謝を上げるというか、はい、脂肪を燃やしやすくするような運動を一つやっていいですか？はい、できますので。あ、ゲストは何やったんですか？すいません。筋肉量をね、はい、ちょっと動くだけでもね、エネルギーを消費するような体操を一つちょっと用意してますので、はい、はい、ゲストお願いします。はい、まあ、普通に椅子に座る、立つっていう運動なんですけども、はい、その時の意識づけだけです、はい、ゆっくりと立ち上がって、はい、そのままゆっくりと座っていく、
っていうだけなんです。ゆっくり、はい、で、あの電車とか乗ってても、うん、やっぱりこうドスンドスンってみんな座ってると思うんですけど、うん、足の力がないんです、うん、で、これゆっくり行うことによって特にお尻や太ももの体の中でも大きな筋肉を鍛えていくことができます。で、こういう大きな筋肉を動かすと非常にあの消費カロリーも増えますし、あの筋肉がついていくので体があの太りにくい体を作っていくような手助けになると思います。はい、もう本当これからの時期ですよね。チョコレート食べ過ぎたとか、うん、でもね、うん、お願いします。いや言わるんでしたら、はい、ほんまに椅子に座って立ち上がるっていう運動なんで、あのちょっとね、うん、お腰の悪い方とかでもしやすいですね、うん、これスクワットやれ言われたらもうね、うん、でもね、ぶったれますけど、うん、やったらやりやすいですよね。あの日常に行っていることで少しの意識のつけ方で、うん、あの同じように運動になりますので、うん、はい、まあ、そういうことも合わせて、うん、伝えていきたい。それはやっぱりこう意識っていうか、なんていうんですかね、こうただ単にこうやるんじゃなしに、これから、うん、立ち上がるぞみたいな感じで、そうですね、ってやっぱり言う方がいいんですか。はい、あの特に今の上げ下げっていうのは、太ももとお尻の筋肉を使いますので、はい、今そこに力が入ってるんだっていうふうに意識してやっていただくっていうのは、あのトレーニングの原則の一つでもありますので、はい、そうやって効果が高まるっていうのはあります。やっぱり立ち上がるときはちょっとこう怖い顔でで、しゃがむときはみたいな感じですあのそうやっていただいてもすごく楽しいと思います。だから電車乗ってちょっとゆっくりされてる人を見たらつい見てしまうよりなんだ、うん、どうします。いやでもマリナちゃん怖い電車の中でね、しゃがむときまあええか分からないですね、和みますから。じゃあ一回それやってみてもらっていいですか、電車の中で。いいですよ、私芸人ですからちょっと追ってもらうと言え、あ、遠くの方からでは、はい、あの本枠通信を、あ、そろそろ、はい、もうぼちぼちお時間ですので読んでいただこうと。はい、はい、今週の野崎本枠通信は立ち伸び酒どころ長谷川さんです。はい、日替わり一品料理もたくさん用意しているそうです。はい、新鮮なお作りが毎日入荷されてます。うん、皆さんお仕事帰りにちょっと一杯いかがですか。いいですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱりそこは代表がきっちり決めていただいて、はい、はい、このね、お仕事帰りにちょっと一杯いかがですかってこの言葉に弱いんですよ、私も。これはどうですか、やっぱりインストラクターの先生からしたら、はい、このお仕事帰りにちょっと一杯っていうのはあんまり良くないんですか。いえ、何でもそうですけど、はい、やっぱりいい息抜き、あの、うん、リフレッシュになるので、はい、あのちょっと一杯はすごくいいと思います。はい、でもだいぶいっぱいになってしまう。なるほど、飲み過ぎには注意です、はい、ですね、私みたいにね。いや、わかんない、はい、なるほど、マリナさんも同じですね。気をつけます。気をつけます、はい、はい、はいはいはい、ということで、はい、まだまだね、なんかこんなとこどうなんやろってか、うん、聞きたいのもあるけれども、はい、まあ、そういうのを聞きたかったら、まあ、ぜひね、はい、3月22日の人生がときめく健康体操の方に、はい、もしお運びいただければと思います。はい、ぜひともお願いします。はい、ね、今日は本当に、ね、なんか女子とか最初言ってしまって本当にすみません。すみませんですいやもうね、代表やっぱお若いですしね、うん、もう代表という気がしなかったんですよ、うん、はい、もうほんま失礼しました。まさか代表やなんて申し訳ございません。結構ベテランですよ。あ、そうですか。あ、はい、でもね、本当に今日はいろいろ教えていただきました、ね、ありがとうございます。どうもありがとうございました。またぜひね、夏の前とかにね、そうですね、教えていただけたりとかも、ぜひともね、嬉しいかもしれないですね。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。よっよっ、回るんですよね。回るんですか、これ。いや、でもね、マリナさん、はい、もう今日のようなね、うん、インストラクターの先生に来ていただいたら、うん、やっぱり普段あんまり考えないですやんか、健康のことって。考えないです。で、それをちょっとでもこう考えようというね、うん、こう意識を持とうという、そういうきっかけになりますよね。はい、本当に私も運動不足なのでね。はい。ぜひともこの肩のね、お互い様ですわ。ね。肩の体操を続けて。はい。肩こりとおさらばできたらなと。ほんまそうですね、僕も肩こりひどいんです。はい、ね、はい、しんどいですよ ね、 ね、はい、それでは、はい、さあ最後にちょっとで、
はい、せめて2月分ぐらいのね、はい、あの教室、はい、教えていただければなと。もう一回だけあもっぺさらっとね、はい、ならさらっともっぺん私あの2月度の、野崎本和大学校の教室、ご紹介させていただきます、はい、2月15日金曜日絵手紙教室、定員オーバーでございます。はい、定員オーバーというかあの満席でございます、はいはい、2月15日金曜日午後1時から、ブリザードフラワー教室、はい、あと 4名様 OK でございます、はい、2月15日金曜日午後3時30分からのうどん教室、はい、これ手打ちうどんでございますね、はい、楽しいですよ、はい、あと5名様 OK でございます、はい、そして大好評の、歌声教室は、2月16日土曜日午後2時からでございますね、はい、あと10名様 OK です、はい、こちらの方はあの来ていただいて歌を聴くというんじゃなしに来ていただいた、そうです、そうですね、皆さん一緒に歌っていただけますんでね、はいはい、こちらの方もほんまに健康によろしいかと思います。はい、はい、以上が2月の教室でございます。はい、あ、すいません、はい、あ、いいんです、いいですか。 3月、3月21日やったらご教室って2月やったんちゃうかな。ちょっとその辺またね、2月、あ、すみません、マリアさん、はい、2月21日ですよ、はい、2月21日です。に落語教室。午後3時から落語教室。はい。はい、お願いします。はい。だけね、あのちょっと困難聞き、あのなんか他にも、うん、またあのこれ行きたいわとかいうお問い合わせありましたら、はい、こちら野崎ほんわかスタジオの方まで、はい、ぜひともよろしくお願いします。マリアさん、ちょっとお電話番号お願いします。はい、お電話番号の方はですね、072-812-2918、072-812-2918 までぜひともお願いいたします。今これこうやれへんかった。違う、これね、白鳥さんがここをねさしてくださったんですよ。ちょっと赤文字ででっかくねお電話あったんですけど、それの下のねお電話番号を見落としていて、で白鳥さんの手邪魔と思って今こうされたからね。すいません、ほんまにね、ちょっとね、私ここまで見つけれなかったんです。こっちの方が大きいですよ、マリアさん、字が見つけたと思って、番号ね、はい、じゃあもう次行きましょう。行きましょう。ハグスさん、はい、私たちの落語会の、はい、ご案内でございますけどもね、はい、第8回みのり寄せ開催でございます、はい、日時は、2月23日土曜日、はい、午後6時開場、午後 6時半開演、ごめんなさい、6時半開演でございますね、はい、場所は、カフェみのりさんでございます、はい、ちょっとね場所分かりにくいんです、申し訳ないんですけどもね、森口市、高瀬町 1-5-4、京阪土井駅から、歩いて10分なんでございますけどもね、はい、こちらの方ほんまに場所分かりにくいんで、こちら野崎本和歌スタジオか、もしくはカフェみのりさんに直接お問い合わせください。お電話番号でございますけども、06-6997-3121でございます。出演の方は、住川白夜町神室亭鶴政、そして私住川白秋でございます。気の線の方はワンドリンクついて1000円となっております。はい、はい、第24回てるてる寄せでございますね、はい、2月24日の日曜日、入場無料でございます。場所は、森口テルプラザ、1階、そして教室の方は2階と分かれての開催となります、はい、まず 午前11時からは絵手紙体験教室、はい、大好評でございますけどもね、材料費500円となっております。ひな、はい、祭りが近いですからね。そうですよね、はい、今回のテーマはひな祭りということでね、ひな、はい、祭りを題材に可愛い絵手紙を体験していただきます、はい、そしてその他に教え教室、久しぶりの登場でございますけどもね、はい、教えと申しましたら、こういうなんていうの、生地をこう、うん、上にどん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 こう積み重ねて作っていく、はい、まあ簡単に言うと正月の羽子板、あんな感じの作品を作っていただくということになっております、はい、こちらの方材料費が3000円、ごめんなさい、300円から500円となっております、はい、そしてカラーセラピー耳つぼジュエリーでございますけどね、耳つぼジュエリー、はい、本当初めて聞く、ねえ、何なんでしょう、はい、でこのカラーセラピーなんですけどもね、私たちちょっと間違って発表させていただいたんですけども、その色によってその人のこのなんていうんですかね、こう性格であったり、こうした方がいいですよとかいうアドバイスをしていただけるというね、ことでございます。はい、はい、こちらの方はね、料金の方はまた会場でお問い合わせいただきたいと思います。はい、あ、それから折り紙教室もございますね。折り紙教室、これおそらく千住さんじゃないですか。おー、もしかして、はい、じゃないみたいです。あ、じゃないですか。あ、失礼しました。折り紙教室も開催されます。入場無料でございますね。はい、はい、そしてライブの方は午後1時からとなっております。はい、まず、開講一番は紙芝居青空みかんさんですね。さん、はい、2回目の登場でございます。はい、この青空みかんさんの紙芝居というのはほんまに昔懐かしいね、ほっこりとしたこう和む紙芝居でございますんでね、お楽しみにしていただきたいと思います。はい、そして、ジャグリングサークルドロップさん、ドロップさん、はい、はい、もう毎回登場でございましてね、もうレギュラーとして、ね、はい、活躍してくれております。はい、はい、そしてオリジナルフォーク、
上田優さん&藤井さん、はい、こちらの本格ティータイムのゲストで、はい、来てくださいましたよね、はい、そして、前回の歌会教室でも上田優さんがねギターを持って、ねこちらの声をかけてくれましたけどもね、はい、楽しいフォークソングね、いろいろと聞かせていただきます、うん、そしてついに満を持して登場ですよ。人生そうですよ人生がときめく健康体操でございます。はい、ここでも健康の運動を教えていただけるということですね、うん、そうです。ですからこうね、はい、紙芝居、ジャグリング、まあ、フォークソングとこう辛さと続いてちょっとお客さんも体を動かしたい、ね、動かしたいなと思ってる時は思うんです、うん、そうですよね、椅子座りながらできますもんね、はい、そうです。これは絶対に思いますわ、ね、皆様方ね、ほんまにね、てるてる寄せ今回は盛りだくさんなんでね、はい、お楽しみにしていただきたいと思います、はい、そしてその後に久々の登場ですね。久しぶりですよね、はい、ムーで、ムードラテン音楽のロメロジェスさん、そして、サナエさん、はい、このお二人でございますけどもね。でね、今回ね、マリナさん、パッとこのご覧になられて何か気づいたことございません？歌が少ない。そうなんですよ、全体的に出演者が今回、うん、もういろいろとこう予定が詰まってましてね、ものすごいこの少なくなってますんで、うん、今ね、またちょっとオファーかけてるんです、うん、まだまだここからサプライズでいろんな方が出てこられるかもしれない、はい、もしかしたらまだ増えるかも分かりませんのでね、うん、それはもう来ていただいてからのお楽しみということで、うん、とりあえずはね、今決まってるのはこのメンバーでございまして、はい、距離を取っていただくのはムードラテン音楽のロメロジェス&サナエさんでございます、はいはい、主催はテルプラザ専門展開、そして協力は大阪国際大学、そして、企画はマジ TV プロダクション和気休みから日番公演としまして森口市となっております、はい、もう入場無料でね、これだけのイベントというのもなかなかないんでね、皆さん方ね、お越しいただいたら、はい、そして人生が楽しくときめく体操も、ね、健康体操も今回は、ね、実際にその会場で体験していただけますんでね、はい、ぜひとも私は運んでいただきたいと思います、はい、あ、それからマリナちゃん、出店があるんですね、大徳さんのポン酢、今回なんかメナード化粧品、あれ化粧品もあるんですか、化粧品をなんか、それともマリナちゃんも大好きなおくりちゃん、あ、焼き栗本舗、そうです、京都圧力式焼き栗本舗のおくりちゃんも出店してくれますんでね、はい、もうとにかく盛りだくさんの内容のテルテルさんでございますんでね、はい、もう絶対に来たらね、もう昼から夕方までもう楽しめること間違いございませんのでね、はい、お足を運んでいただきたいと思います。はい、はい、ではもうそろそろお時間、そうですね、はい、次回はなんとマリナちゃん、はい、2月14日ですよ、14日ですね、バレンタインデーですよ、マリナちゃん、はい、よろしくお願いしますということで、ね、来週も元気よく、はい、もうね、マリナちゃん今日から1週間ちょっとこの健康体操を我々も実践しまして、ね、こんだけ変わったぞということを来週発表させていただきたいと思います。はい、ちょっと頑張ってみたいと思います。はい、はい、それではね、本当に今すごくインフルエンザとかも、ね、そうなんです、変えてるみたいなんで、はい、皆様のお風もお気をつけて、また来週ね、そうです、元気に私たちもお顔見せれたらと思います、ね、健康体操で元気よく抜いてみましょう、はい、はい、それではまた来週お会いしましょう、はい、バイバイ、さよなら。